ございます。今日どちらへ？今日はちょっと難波まで行きたいと思います。はい、おはようございます。どうも、ミキです。ミキです。今日8月の29日早朝7時です。今日もあの遠征に来てます。ただいま難波です。難波は有名な立ち食いそばがいっぱいあるんで。なんていうお店ですか？有名なのが天馬さ、難波うどん、後松屋。いつも難波朝とか24時間やってたとこがあったんですけど、最近なんかコロナでずっと休みやったんやけど、なんか最近あの TikTok とかで難波のうどん屋が、そば屋がうまいみたいな結構上げられてるんですよ。久しぶりに行ってみたいと思います。はい、移動筋が歩行者道路になるんですか？シャンゼリゼ通りですね。あそこに見えるのが何回何枚行く。外国人観光客がもう完全に戻ってきてるみたいですね。いやめちゃめちゃ多いですね。もうコロナ前と変わらんぐらいらしい。まあ超多いっていう本店ですよ。神倉になってる。前あの虎屋って有名ななんか生地屋さんがあったとこがなくなってるの。神倉になってる。これ金龍ラーメンとかなかった？はい、到着しました。休み、まだ時間が早かったみたいな。天馬さん休みです。時間が早いの？何時から？8時45分から。あそこはね、炊き込みご飯とかカレーうどんとかうまい。ここが有名な難波グランドパレードです。かけそば240円、安っ。大盛り100円、天かす20円ですよ。安っ。いなり2個120円。やばい。おいっす、おいっす。おめでとうございます。マジで。揚げカレーそば、おにぎりが一皿、そこにネギとかき揚げを追加してください。着席して10秒で。もう偉そうなんて。いやいや、ありがとうございます。いやいや、あそこ、あそこ開くの遅いですよね。もうごめんね。はい。後輩は今日は仕事です。いますよ。結構来てますよ。多分5回ぐらい来てる。1回もいなかったから。独立してもう今もう何年目？いつも。散髪だ。まあ一の一の家は3年ぐらいだな。あなたはそうだな。はい。うん。上がるまこ。お疲れ様です。お疲れです。みんなよろしく。ごちそうさまでした。これやばいですね。やばいです。新斎橋の店で仕事してる時に時間まで空いてなかった難波うどんっていうとこ行ってたんですけど、そこのおっさんがいたんで3年4年ぶりぐらいですね。4年ぶりぐらいの再会でめっちゃ話弾んでましたね。話弾んでたんですけど、あのおっさん昔から何言うとか全然分からへんからちょっとファンキーな。だいぶファンキーですね。70になったらしくて、朝3時に来てるらしいです。松屋は6時半からね、営業やってるから。5時半でした。あ、5時半。5時半からやってる。バリ早いです。だからまあ仕込みやなんやで、多分3時に起きて4時ぐらいに来てる。黒門市場にあのスタンスのどってことだな。すごいっすね。ナンバーはレベルが高い。カレーどうでした？カレー鬼うまい。鬼うまっす。だしがうまいですもんね。だしがうまい。あれはやばい。なんかカレーも結構ね、立ち食いってあのレトルトとか入れてるとかあるんですけど、あれなんかだしでちゃんと作ってるからね、はい、あれが全然違いますね。カレーうどんで300、400円いかないぐらいだったからね。安いですね。昆布うどん何倍やった？310円です。昆布うどん310円。ほんでおにぎりであれ2個で140円です。
ネギのトッピング20円でしたね。安い。天かすトッピングも20円やったんで。500円でおついてます。まあなんかあの安い安いって言うてるんやけど、安かったら、ね、何使っとんねんってなるんやけど。あそこはしっかりしてますね。あれはしっかりしてる。朝からあんなに流行ってるね、空いてる、あの、何やったっけ、あの、宮古そばやったっけ。はい。あそこ朝から空いてるけど、全然流行ってないとこもあるしね。そうですね。やっぱり出汁がうまい店は流行ってますもん。なんかね。ね、小島もそうです。まあ出汁が命ですね、やっぱね。そうですね。まあそんな感じで、はい、難波編、また今日は温泉に来た甲斐ありました。来た甲斐ありましたね。はい。じゃあ店に帰りましょう。ありがとうございます。